タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは。はい、自己紹介どうぞ。はい、おい、魂、怪獣、おい、私の好きな言葉です。どうも、映画コレクターである映画検定研究職の映画マニア、そして、こういったままで、漫画描いてます、みじこでございます。イエーイ。はい、はい、お願いします。はい、特撮がサンドの飯より大好き、特撮タカでございます。ウェーイ、ウェーイ。はい、はい、ということで、はい、から今回の、はい、企画を結構なので、総監修の、安藤秀明、そして監督樋口真嗣で、斉藤匠主演の、はい、新ウルトラマンを、はい、マーチの、初日に、で、はい、高橋の本日のようになったということで、はい、またこうして、はい、前菜のと、同じく、はい、までそう語っていくこと思いますので、はい、お願いします。お願いします。高野菜ということでよろしくお願いします。はい、感想動画含め高野菜、はい、というわけで、はい、新ウルトラマンはね、もう本当、もう公開し、まず公開初日に見たということで、どうですか、もう興奮は良かったですか、もうすごい興奮しました。いや、めっちゃ興奮しました。ああ、そうですよね。いや、もちろん、はい、初日じゃなくても興奮します。何回でも見たいって感じですもんね。何回でも見たい。そうですよね。そうなんです。僕は17日に見たんですけど、火曜日に見たんですけど、はい、ちょっとその本当初日にはね、パンフレット買ったんですよ。パンフレット買ったんですけど、あえて開けないっていう。で、みじこさんに LINE したら、はい、それ見せたら、開けちゃえ開けちゃえ開けちゃえよ。っていう応酬が来たんで、ちょっと僕は絶対開けません、絶対開けませんから絶対もう開けませんから、僕開けないよ、もう絶対開けない。もう本当にもう開け、ネタバレ注意だから絶対開けない、もう意志は固いんで、本当でも開けちゃい開けちゃい、開けたみたいなメール来たんで、ちょっとびっくりしました。火曜日え、なんですか、火曜日火曜日、観客の方はちょっと少なめでした。やっぱ平日だったんで、まあ、平日なんで少なめでした。あ、まあ、まあ、売ったんですかね。パンフレットも売り切れてました。そうなんですよ。いい振り、ありがとうございます。そうなんですよ。売り切れちゃってたんで、まさかの、そう、パンフレット、そのデザインワークスももちろん売り切れてます。漏れなく、漏れなく。完全に売り切れてました。はい。よかったですよ。ほんと、ゲットしてよかった。助かりましたよ。はい。でもう、ほんと、とにかくね、まあ、語っちゃうと、もうびっくりモード満載ですもんね。ほんと、びっくり。オープニングからもすごいですもんね。そうですよね。はい。いきなりサンバの祭り始まった。はい。サンバ祭りですよね。サンバ祭り状態。祭りだ祭りだ祭りだ。そう、あれはやっぱりね、本当最初のもうネタバレありで今回語らせていただくんで、ネタバレ嫌いな人はもう見ないようにこっからしてください、お願いします。はい、見てる方はね、はい、全39話、はい、まあ視聴済みの、まあ壊そうということで、まあ一応、はいはい、まあ一応自分は初期のウルトラマンとグレートぐらいしか、うん、まあ、全部見たことないんで、あとはチェルシーうん、でも高さは、うん、全部もう、まあ、ざっくり見てます。はい、レア版も見てますし、トリガーも、まあ、そうということで、はい、そうですね、なんで、はい、まあ、流れなしで語っちゃうのも、そうそう、無理がある、そうです、抑えきれない、うん、ガンガン、そうです、まだその通り、シンウルトラマン、シンウルトラマン、なってない方はもう、はい、待ってから、はい、ね、うん、来てくれると嬉しいです。ナイスです、そうです、その通り、はい、その通りです、おっしゃる通り、素晴らしい。じゃあ行きますけど、まずね、もうほんといろんな会社が出てきましたもんね、その、はい、最初になんかつぶらやプロから東宝映画作品とかね、ザザザッと出てきて、
そして、ま、幕が開いたらいきなりもうそのシン・ゴジラからのダーン、シン・ウルトラマン空想特撮映画で始まったんで、うん、ウルトラ Q の、そうウルトラ Q の始まり方、そう あれからもう、そうですよね、あそこからですもんね、あそこからスタートの感じでしたもんね、そうあの、こあそこからも、はい、ぐるっと回ってくる感じのその文字がちょっとグニャってなってきて、でウルトラ Q 出てからのウルトラマンジャーンっていうのが効果音も一緒でたまらないですね、本当にね。はい。ウルトラ Q のウルトラマン。はい。たまらんですわ、これは。はい。そして、ゴメス。ゴメス。ゴメス。新ゴメス。新ゴジラデザイン。新ゴジラデザイン。そう。素晴らしい。楽しみと歌う。いいね、あれはね、デザインがもうほんとシン・ゴジラですもんね、角生やしたシン・ゴジラですもんね、だからやっぱりね、そういうオマージュ的なものはやっぱりもうあるとは思ってたけど、でもジラースじゃなくシン・ジラースがゴメスか、はい、ジラースより、まあ、うん、サプライズですね。予想としてはもう若干もう三角形のあたりみたいな感じですよね。あの丸寄りのあた、ね、三角みたいな感じですよね。予想としてはね。みじこさん、我々と、我々の予想としては。はい。三角形ですけど、まあ、丸寄りかなみたいな予想としては。はい。始まり、そのウルトラ Q のように、現代の世界でこう起きたことが、あの、不思議な現象が起きたみたいなことが、で、ゴメスが出てきたりとか、あの怪獣が出てきたり、マンモスフラワーが出てきたりみたいな、そんな感じですよね。ゴメス、マンモスフラワー、はい、ペギラっすよね。はい、ペギラ、はい。ペギラってのはたださ、はい、チャンドラ出てほしい。チャンドラ出てほしい。チャンドラが出てこなかったですけど、はい、そう。ペギラ、出てきました。いやー、素晴らしいね。あのねえ、あのバタバタさせる、バタ、そう冷凍光線開く、そう、一瞬でしか見えない、なんかあのそう、ざっくりとあの映像が出てきたんで、こう、はい、過去の話として、そのウルトラキウミのようなあの、はい、ことが起きました、そっからの現在に至るみたいな、現代のあの今の世界はこうなってますみたいなので始まったんで、シン・ウルトラマンが、はい、言い回しがなんかすごい、なんか長い台詞言いますよね、すごいね、あれね、よくあんな覚えられるなっていう、す長台詞でね、ダダダダダッと、もうなんかもう、うん、なんとかなんかずっと言い続けて、そうで、そのそういうなんか長台詞がありつつも、でもなんかそれを聞かなくても、ざっくり聞いててもストーリーはもうだいたいわかるみたいなのがいいとこですよね、ポイントとしてはそこですよね、うん、僕の中ではそういうポイントがありますね、はい勝手な、うん、その感想ですけど、まあそう、うん、でもそんな感じですね。あとはね、うん、宇宙から降りてきた時の、はい、あのウルトラマンの顔が、はい、マスクのウルトラマンと、そう。それには僕気づかなかった。はい。予告編で、はい、まあ、予告編の時、多分メインの、なんだろう、あれ C タイプなんですか ?C タイプっていうんですかね、多分ね、C タイプかもしれない。B か C かは定かだね。予告編の時は。うん。それが、うん、そこ A だったんですよね。A タイプ。A タイプって。嘘ついてたんですよ。嘘予告。とんでもないサプライズ。サプライズ。変化球ですよね。やっぱりそこはやっぱりあのシワの寄ったウルトラマンってことですよね。口元がね、シワ出てるウルトラマンで、目がつり上がってて、この宇宙人っぽさが出た U タイプだ。新ウルトラマン一番くじというのはね、あのローソンで、ローソンほか HMV などの販売店で、
そういうくじが始まるんですけど、6月頃ね、始まるとされてるんですけど、それでまだ、それで、あの、スパウレットにはその情報出てるんですけど、そのメタルライズっていうのがね、そう、すごい気になっちゃって、それ欲しいなと思って、飾りてえと思って、それ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 、それですよ。それどのメタリック調バージョンとそう通常バージョンが全然なんか変わんないですよね。そう、全然どう違うのみたいな。うん、メタリックバージョンってやつが多分 A タイムマスクのやつになるんじゃないですかね。ああ、そういうことか、そういうこと。なんですかね、あ、メタリックバージョンが A タイプ、顔が違うのかな。いや、なんかそこもサプライズだったら嬉しいよね。すごく嬉しくない？それす、お買い物の時に発表されてたやつだから。はい。そうか。B 賞が。うん。B 賞。B 賞、B。それはそれで嬉しいし。なんか違いがね、出してほしいですよね。違いが出たらすごいっすよね、それもね、また。争奪戦なんじゃないかなと思って、それ、本当にもう。A タイプ、B タイプ、それぞれね。いや、ほんとね、それはほんと欲しいわと思って。1回700円。1回700円。うん、結構値段上がっちゃったんですよ。昔500円ぐらいだったような気がする。500円だった。もっと前は、昔は。あ、確か。はい。だからどんどん値上がりしてるんですよね。はい。要はね、神永真嗣と合体して融合したときに、色が赤くなるわけですよね。あ、赤くなるわけですよね。あの、ラインがね。で、そこが、そこからあの体力消耗しだすとまたあの色が変わるというとこがね、そのカラータイマーを排除したことによって新たな、そうそうそう、新たなそのシステムが生まれたわけですね。はい、うん、素晴らしい。それがびっくりした。はい、カラータイマーのないね、はい、そうそうそう。あ、成田徹作品集、あ、すごいね、そのね、作品集、分厚い本ですね、すごい。はい、で、黒目もない、はい、で、後ろ、はい、スーツ、はい、まあ、フレッド、デイリーする、まあ、はい、っていうか、まあ、はい、のところ、まあ、成田さんが、はい、隠して欲しかったわけね、うん、そのドラマのデザインを、まあね、うん、その理想的なデザインを実現しようっていうかね、まあ、そもそもでこの、新ウルトラマンを、うん、作ろうと思ったきっかけだったそうですけどね。なるほど、理想的なデザインしよう。うん、そうなんですよ。この詩もなんか1983年に書かれたものらしいんですけど。あ、そうなんですか。83年、ウルトラマンが、うん、ある、はい、のがもう浸透してる頃に書かれたもの。そうなんですか。こだわりをもうそこはもうちょっとはあるんですよ、まあ、はい、書いてある、書いてあるとこからっぱりね。それでまあ、うんうん、カラータイマーなしで、うん、まあ、エネルギー消耗するという表現、うん、そう、色がね、変わる、体の色で変えるっていうのは、そうそうそう、うまいっすよね、はい、うん、素晴らしいっすよね、やっぱ足じゃできないっすよね、これ。うん、そうそう、まあ、そこが新しいの、新しいっすよね、はい、うん、そして長澤まさみが、なんか綺麗って言ってましたよね、そのウルトラマンを見てね、新ウルトラマンを見て、はいはい、綺麗って言って、やっぱ美の化身ですからね、やっぱりね、有田徹さんの思い描いてたウルトラマンが、はい、ニアフィルムは、はい、そして、成田徹さんが見てたら、でも、はい、おそらく相手ね、喜ばれた、そうですよね、はい、うん、そう、影響がね、亡くなった後も影響を残せるってすごいですよね、やっぱりね、うん、すごい、うん、この有田徹さん、はい、ウルトラマン、ウルトラ Q からウルトラセブンの、まあ、前半ぐらいまで書いてて、ね、はい、はい、やばいな、それは。朝1時間いられない。他にもいっぱい書いてきたじゃないですか。そうですよね。ラルゲイウス、ラルゲイウス、はい、はい、まあ、ウルトラ Q の、まあ、はい、凶暴な肉食の鳥っていうね、設定で、はい、1000年前からタイムスリップしたってやつ、はい、はい、カリゲル、カリゲル、あれ、はい、ゴーガーっすよね、はい。あれ、なんでゴーガーがカリゲルって名前、カリゲルか、カリゲル、あ、はい、思ったら、なんか、はい、カリゲルのなんか、はい、ボスキャプテンのなんかゴーガーの
名前が、うん、会前の、はい、が、まあ、会芸だったという、まあ、裏話ネタなんですね。なるほどね、没ネタを名前にして、はい、裏話がすんごいあるんですよね裏話をもそのまま裏話、うん、裏トラマンですね。新裏トラマンですね新裏トラマン、まあ、そのまま、ね、はい、はい、そうですよね、そう、裏話、うん、パゴス、そう、パゴスを、うん、ガブラの、バラゴンからパゴスになって、はい、パゴスがネロンガになって、はい、でネロンガから、はい、今度マグラ、マグラ、おお、すげえ、歴史、スーツ改造の歴史、はい、スーツ改造でなって、はい、はい、首だけ変えたんですかね、バラゴン、はい、そうか、カメカジしてる、そうそう、これ前も話したと思うんですけど、バラゴンは多分そうなんです、あのなんかもう汎用性の高いリサイクル向きな言うなれば、なんだろうな、リサイクル向きな、そう、スーツなんですよね、もう、はい、なんでもリサイクルできちゃうみたいな、なんかプラスチック素材みたいななんかそのなんだろうな、うん、ペットボトル的な感じなんですよね。そうですよね、だからペットボトルペットボトル怪獣ペットボトル怪獣そう